横浜港未来21横浜ハンマーヘッドインターコンチネンタル横浜ピア8インターコンチネンタル横浜ピア8は横浜市中区の港未来21新構築6の市外区にある客船ターミナル複合施設横浜ハンマーヘッド内のホテル2019年10月31日開業所有運営は横浜グランドインターコンチネンタルホテルを運営する 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル。インターコンチネンタルホテルズグループのホテルとしては、横浜市内及び、港未来地区内2軒目となる。3方向を海に囲まれた5階建ての横浜ハンマーヘッドの3階から5階に173室の客室があり、横浜港が一望できる、ベイビュー、横浜の街の景観を望めるシティビュー、中庭に面した。 ガーデンサイドの3タイプがある。病院施設は2階のレストランバー、ラーボードと3階の寿司所、型紙の2店舗が営業している。屋上は横浜港が開港した1859年に、ちなんで名付けられた屋外ラウンジルーフトップ、ルーフトップ1859が宿泊客用に開放されている。ありがとうございます。